どうやら本気のようですね。長期間家出するつもりで出て行ったということです。首を何も吊るされてないハンガーがたくさんあった。つまりそれなりの服を持ち出したと思われることがまず一つ。まあそうだな、それ用のリュックを背負っていた。学生のカバンはあったからね。これはもともとどの程度あったのかが私にはわからないので、何とも言い難い部分ではあるんですが。うん。どうやら携帯の充電器のコードを持って行ってるようなんですよ。しばらく家を出るとなると話は別でしょう。例えば旅行などの時だったら持っていくことも多いですよね。つまり葉月さんは一日やそこらで家に戻ってくるつもりではなかったろうということです。あくまで葉月さんが家を出た時のことです。今彼女がどういう心境でいるかまではかは分かりません。もう考えを変えている可能性もあると思います。だからまあ今日帰ってくる可能性だってあるし、普通にこれで無事でしたみたいな。仮に未だに考えを変えていないとしても、私が彼女を連れ戻しに行くことは変わりはありません。そんなに不安がらないでください。そう、結構自信あるね。部屋で写真を見つけたのですが、この写真の彼女が葉月さんですよね。そうだな、とりあえず顔わかんないとね。ここのアドレスページに書いてある名前に見覚えはありますか？それはわからないよな。へえ。まだこの時は個人情報的なものは、割と公開してた。名簿、かつ、住所ぐらいまでは、もう、わかるみたいな。わかりましたよ。とりあえずそのアドレスに書いてあるところは全員高校のクラスメイトのようです。名簿にはここに書いてあった以上のことは書いてありましたか？とりあえず今のところ結構です。OK。まあでも聞いといた方がいいんだよな、大体な。さあ、どうするか。葉月さんの机の引き出しにあった銀行の通帳の記帳をお願いしたいんです。部屋にキャッシュカードはありませんでした。つまり葉月さんはそれを持って行っているということだと思います。通帳記入するとキャッシュカードを使った支店の店番号と日付が、なるほどね。まあお金使った可能性っていうのは、私がやっても構わないんですが、他人の通帳を持ち歩いていると余計な、まあ、余計な嫌疑がかかる恐れがありますので。特にはないですか？これから先生と連絡を取る場合、どこに電話すればいいですか？携帯などをお持ちでしたら教えていただけませんか？なるほど。自宅と病院を往復してる感じなんだな。なるほど。病院にもか、まあ、一応ね、入れるようにして、すぐね、緊急を要する場合もあるからな。なるほどね。OK。よし、で、携帯の番号も入力した。葉月が慕っている看護婦がいるんです。年も3つしか違わないので、姉妹のように仲がいい。杉原の七海という子で、うちの敷地内にある看護婦寮に住んでいる。彼女になったら何か調査のヒントになることを教えてもらえるかもしれません。この方は葉月さんの家出のことは知ってるんですか？なるほど。まあ、それだけ、まあ、信頼感を置いている七海さん。なるほど。OK。まあ一応聞いとこう。循環器か。はい。こんなにまあ教えてもらえるんだな。
さすがだね、やっぱり、この、結構信頼を置かれてると思う。探偵事務所。OK ね。よし、ということで。部屋を出ましょう。とりあえず、じゃあ、鍵を閉めて、ここ一緒に出たと。さあ、何にも、誰も助けてくれないの、ここ出たときに。あ、そうですか。二宮総合病院。まあ、近いしね。ここに入院したのが半年前。確かあれはちょっと最近に負った軽い怪我が原因だったんですか。なるほど。そんな軽い怪我で入院するもんなのか。じゃあ行きましょうか。ちょっと待って、その前に記録しといて。どっからか視点を感じる。え、ちょっと待って、どういうこと？この人。俺の方を見ていたと思った。気のせいなのか。うん。以前俺が来た時からちょっと、記憶がある。はい。ちょっとまあ回収みたいな。してんのかな。じゃあナースステーション。行きましょうか。2階。移動でしょ。うん。じゃあ、ステーション。循環器科のナイスステーションは静けさの消毒浴の、まあ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 、わかるわかる。そんな匂いだよね。近づいて、近づくって言い方もあれだな。はい、話す。はい。あ、この人結構美人だな、おい。あ、そう。私、神宮寺と申しますが。すまないね。忙しいのに。え、すまないね。そんな慣れないしく。先ほど院長先生から、神宮寺さんの協力してほしいって頼まれた。ありがとう。なるべく時間は渡せないようにするから。なんなんだよ。でもな、そういうことじゃないから。だから、あくまで仕事で来てるわけだよね。調査しないとね。まあ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 、この人のことが知りたいよ。いろんな人に会ってんだろうね、でも探偵ってね。こういうことで。いいね、で、結構出会いがあって。さて、もちろん、鈴木さんとの関係をお聞きしたいんですが。随分仲がいいらしいですね。でも、まあ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 、若いんだろうね。うん。アルバイトについて。したいと言ってましたけど、お父さんが反対するのでできないと言ってました。うん、なるほどね。隠れてそういうことしたくない。性格について。君の感じてること。うん、なるほど、なるほど。やっぱりそうなんだ。真面目でね、明るくてっていう子なんだけど、気は強いってところがちょっとたまに傷な部分では。友達、ちょっと待てよ。友達のこと。だいたいどんな感じの友達が多いんだろう。やっぱり学校の友達が多いのかなって。そうか、やっぱり年下の感じの聞き方だよね。うん、なるほど、なるほど。もうちょっと詳しく聞かせてください。ボーイフレンド。うん、なるほど、なるほど。彼氏いないということですね。じゃあ、まあ、家出について。から。雑貨店ね。なるほど。
東新宿。駅からちょっと離れたところにある。まだこの時は、副都心線もできてない頃だよね。うん。ちょっとまあ、なんだろう。歌舞伎町からちょっと行ったところですよ。なるほど。誰に聞いたか。それはもうその話の通りのようだな。家出の理由について。最近彼女が悩んだり気にしたりしていたことはある？え、嘘。思い当たらない。連絡はした？そうだね。ちょっとそれはびっくり。確かに。割と姉妹のような仲の人に関しても、なかなか出てくれない。その他のこと。二宮について。なるほど。院長先生だもんね。家でどう思う？そうだよな。わかるわかる。家でしても問題の解決にはならないと思いますし。じゃあ君は俺に全面的に協力してくれるんだね。謎の点々点。家で、あと何聞いてない？葉月ちゃんが泊まりに行くことはありません。友達が泊まりに来ることになったら結構あるみたい。父親がうるさいから？葉月ちゃんはそう言ってますけど、本当の理由は違うと思います。以前、ナース仲間で温泉に行こうって話があったんです。なるほど。なるほど、なるほど。そうだね。本当に感謝してお母さんがいない、なんか男で一つみたいなところはある。そこまでの子がなぜ家をするのか。看護婦になった理由は？君が看護婦になった理由を聞かせてほしいんだ。まあ確かに唐突すぎるわ。そうだね。いや、それはいいだろ、別に。そうなの。二宮一は苦しんでて、さやの娘のことが心配たまらないから、それを放っておいてもいいのか言って。いや、別にいいんじゃない、仕事なんだから。仕事を全うすれば別にね。まあ確かに、まあ、姉妹のような関係っていう中で、ちょっと家出してんのに、ちょっと、冷静すぎないかとは思うけどね。二人のことが大事な、どうして家出するのを止めなかった？そうだよな、そうだよな。それは、そうじゃん。家出した後に知ってるに決まってんじゃん。だから電話にも出ないって言うんでしょ。早く帰ってくるように。いや、そうだ。彼女から連絡あったんだね。そうだ、ここ大事よ。電話で彼女は何て言ってた？なるほど。なるほど、なるほど。彼女に口止めされてるってわけか。電話の内容は言えない？友情を大切にする気持ちもわからないではないが、確かにな。今は、院長先生が、安心できる状況っていうのが大事なんだよ。どうしてもっていう、思うとは思うけど、院長先生が今、この安否を気になってる、その葉月ちゃんのことを、一番知りたいわけだからさ。例えば彼女が夜街をうろついていて補導されたとする。彼女の学校は厳しいお嬢様校だ。どうなると思う？二宮院長は娘のことで進路が重なっている。でも患者は持ってくれない。待ってくれない。命にかかるような重要な手術だってあるだろう。そうだな。仕事、めちゃくちゃ、医者っていうのはさ、急務的なものだから、急展開とかが、ね、患者があった場合とかも、どうすること、娘がいたとしてもさ、そっちに決まっちゃいないの。家出の理由については全く教えてもらえなかった、ね。本当に？なるほど。わかりました。
本当にこの電話内容を教えてほしいけど、実を言えば大した内容、なるほど、なるほど。友達の家に泊まり歩いている。そう、ここ重要だと。友達の家に泊まり歩いているであろうと。電話から声以外のことが聞こえてこなかったのかい？踏切の音とか、犬の鳴き声とか、何でもいいんだ。昨日の夜10時、結構電話してるじゃん。なるほど、なるほど。それは良かった、いつも通り。でも、いつも通り、学校が今日あるんでしょ？いつも通りっていうのはおかしくねえか。なるほど。朝8時の頃には電話がつながっていたけれども、何回かかけてたら、あれ以来つながらないと。なるほど。電源が入っていない。なるほど。結構心配して、電話はかけてあげてるんだけど、出てくれないと。わかりました。やっぱりこのことって院長先生に話しますよね。言ってほしくないかい？私の口が院長先生に話したいと思って。やっぱり大事だよね。いや、それは構わないと思う。やっぱりさ、どんだけ心配してるかっていうことを考えた方がいいと思う。そういうこと、そういうこと。そういうことですよ。で、助かったよ、いろいろと話を聞かせてくれて。大してお役に立てなくてすみません。何かあったらそこに電話をもらえるかい？そこで名刺渡せばいいのか。で、いいのか？これで、ちょっと待って、話す。そうだ、もう一回話せばいいのか。どうして私が葉月ちゃんと電話で話したのを隠してたのか分かったんですか？目を見れば分かるさ。君は正直だな。二宮院長たちが君を信頼している理由が分かるよ。なるほどね。なるほど、なるほど。じゃあ、ここで推理いたしましょうか。まずは誘拐などの事件性についてだ。二宮葉月は現在何らかの事件に巻き込まれている可能性は絶対に低いよね。これだけ聞いてる限り。無事でいるから大丈夫ということは少なくとも嘘ではなさそうだ。もし無事とは言えない状況下で置かれているなら、まあそうだよね。もうちょっとそこ、なんだろう。七海さんが、あたふたしててもおかしくないと思うし。どうして突然電話に出なくなってしまったの？そうだね。そこがポイントだよね。でも朝8時までは寝てた。電話に出なくなった理由は、まあ何かに夢中になっている可能性が高いけどね。でもやっぱり、ナナミさんは信頼してるから父親か。そういうこと、そういうこと。確か二宮院長は5分おきに電話して、いい加減、嫌気がさして切ってしまった可能性が高い。そうだな。普通そうだよね。父親がそんな来たら困るわな。今か。今、学校にいるわけだよな。まあ、現状、わからないよね。そうだな。学校のある時間まで家に居座ることはしないだろう。彼女は学校にも行っていないし、まあ、今日に関しては病欠っていうことにして。同じ高校の友達に心情的に泊まりづらいか。まあそうだよな。中学の同級生だったらまずいもんな。学校病欠って話してるわけだし。学校に行くふりをして友達と別れ街をふらつくか、今まで行ったことないところにはそうそう行かない。こういう時だからこそ、そうだね、東新宿のバーみたいな。バーだっけ？
あの、コスメ店だっけ。うん。OK。ということで、移動しましょう。二階エレベーターにその可動音が時折あたりに静かに鳴り響いていた。そんなことまで。だってとりあえず出なきゃいけないわけだからさ。出ます。もう、ここに用はないっていうわけじゃないけど、東新宿に行こうよ。うん。そうだな、急がなければ。今、明大前。明大前から、まあまあまあ、そんなにかからないですよ、東新宿。いいのか雑貨店で。いいんだよね。そうだな、これ、一日でのこの流れみたいなの感じがあって、まあ、なんだろう、ペルソナ感もあるし、うん。これって何日、1月31日って言ってたよね。冬のなんかもう数週間のことを話してるわけだ。まあ流行の、あ、雑貨店か。流行のものがあったりとかすると。とりあえずセーブ。ちょっとすいません。このお店のオーナーさんでいらっしゃいますか？この人を探してるんですか？うん。そうか。あんまりね、大ごとにさせたくないから。どうしよう。なにこれ、バッドエンドとかあんのかな？ゲームオーバーとか。そこが気になるよね。そうだな、やっぱり、その犯人とか言いたくないし、これはだと大ごとになっちゃうから、初恋の人を探しています。でも、それもそれでおかしいよな。高校生だぞ。高校生好きになっちゃまずいでしょ。ああ、なるほど。実はこのお店に出入りしている女子高生に一目惚れてしまった男性がいまして、その方からの依頼をされているんですよ。そうだよな。探偵にそんなこと頼むか、普通。だいぶ、御曹司して、人を探すだけでも私のような探偵を使ったりできるんですよ。でも結構面白い職業だな、探偵って。こういう依頼ごとになんか、ね、答える、何でも屋みたいな。やっぱり、ちょっと、このような、まあ、そりゃそうだよな、写真見せる。そうだね。お嬢さんなのは事実だからな。え？見てない。ってなるとどうなんだ？でもまあ、そうだな。話しとくってことが重要だから。うん。そうか。普段、アルバイトがいる。ああ、はいはいはい。なるほど。近くに電話すればいいのか。うん。でも明日になんとわかんないのかよ。うん。そうだなぁ。よく行ってたとこっていうのはどこなんだろうね。そうだね。なんかこの辺のあれだよね。ショップは全部なんかあったよね。なんか名刺とか、名刺っていうかレシートみたいなのは。漫画喫茶行ってみるか。安いし、やっぱここになんか行ってる可能性はなくはないよね。高校生が。危ねえよな、東新宿ってなんか。歌舞伎町に近いわけでしょ。入るか。とりあえず。移動だ。話しかけです。ちょっと待てよ。聞けよ、早く。
え、何？話さないと意味ねえもんな。観察する。うん、なるほど、なるほど。城島邦彦というのか。ちょっと用があるんだったらさっさと行ってもらえません？こっちだって忙しいんだからさ。ね、今そうに漫画を読んでいるようだが。この子を探して、え？ある？ある？え、ちょっと待って。本当に？彼女がよくうちに来ても、来てる？ちょっと教えてくださいよ。そういうわけでは、そうだな。確かに確かに。うん、確かにそうだわ。ちょっと怪しまれるよな。名刺を早く渡せよって思うんだけど。ああ。どうするよ、これ。お前、行く、シードか。うん。うん、なるほど。うん、うん、うん。調査は明日へって言うけど、そんなさ、なんか、ゆっくりで大丈夫かよっていう。警察にもまだ連絡してないんでしょ。まあ、とりあえず、まあ、この東新宿の行けるとこ全部、行きますか。バーガーショップ。もう聞けるとこは全部聞いとくしかないもんな。え？高野博子、なんで名前わかんの？知ってんの？あ、なるほど。そういうの見るんだ、ちゃんと名刺の、その、多分書いてあるだろうしね。うん、そうだな。そういうふうに言うしかないよね。なんか頼むで、みたいな感じで。この子を見た覚えないか。え、その子はどんな感じだった？家出人を探している。うん。うん、なるほど、なるほど。ああ、はい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 。うん。うん、なるほど、なるほど。もし君のいるときに、さっきのこと、この番号に電話してほしい。ちなみに、このことは誰にも言わないでほしいんだ。黙秘義務というのがあってね、申し訳ないけど、そうしてほしい。だね、でも結構名前明かすよな、こうやって見るとさ。別に名前を明かす必要はあんのか。電話番号だけでよくない？もうこのバイトの子なんだからさ。コンビニ？うん。まあ、名刺だけ一応。うん。ちょっとお話しましょう。え、見るとかしかできないの？どうすっか。え、話してんの？ああ。もう、いかにもバイトなのにな。そんなさ、手間かけさせるよな、かなり。週どれくらいここで働いてる？どこかに、え、なんだよ。俺と会ったことがないか？経験から言ってこの点ってやっぱり自意識が強くて、何でも自分の話を持っていってしまいがちだ。周りくどい言い方をしているとなかなかこっちのペースの話が運べないもんだが。でもさ、別に探してるってだけだからさ。いや、嘘でしょ。本題に入っていいでしょ、これ。嘘でしょ。関前、いや、絶対いきなり本題から入った方がいいって、これは。別にそれだけなんだからさ。
これ一応見てほしいですよ。何それ、なんで私に声かけてんの、信じらんない。いや、彼女というわけではいるよね、そういう女子高生と付き合ってるんだって得意げに話すやつ。でも神宮寺が何歳かによっては相当惹かれると思うんだけど。しかもこれバリバリ外国で撮ってるじゃん。私なんてまだ海外旅行もしたことないのに。聞いちゃいない。予想以上の自意識過剰ぶりだ。会話にならない。とりあえず、まあまあでも、いるかどうかなんだよ、問題は。そうそう。見覚えがあるか。